T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。さて、3年ぶりにプレイしているわけですけど、編集しながら思い出していたので、意外にすんなりと入っていけた印象です。そうなんだ。で、いろいろと目的地が増えてますけども、その中でも以前ちょっと入ったピラミッド。ここにも仲間がいるようなので一挙行ってみようかなと。一挙って、久々に聞いたよ。一挙ってことですかね。多分ね。相変わらずどちらに話しているのかわかりづらいけど。まあいいか。ピーチも久々だな。この真下なんだね。あ、ほんとだ。なに？こんなところにあったとは。これは前でも撮れたんだね。気づかなかった。お、そうか。スライディングができるようになったからここに行けると。ここからじゃないとダメなのかな。そうなのかも。不思議な光。っていうかあなたたちもスライディングでここに。ああ、そうなるのかな。格好がサキュバスみたい。なんかいるぞ。追ってくるね。そういえば難易度を下げに下げまくってしまったので、そういう意味ではかなり楽になってるな。敵は強くなっていると思うんだけどダメージが低いから。そうね、だいぶ楽だと思う。あ、ここか。こっちから来てもスライディングで降りれば同じだったのね。なるほど。え、この空間は何？下から来るとか。そういうことなのかな。目的地は右なんだけど、遠回りしなければならないパターンか。まあ大抵そうだからねー。ダメージレートか。なんか申し訳なくなってくるなぁ。まあでもこれで難しすぎて済むことはなさそうね。その点では安心してます。あ、これのこと？当たるとどうなるんだろう。なるほどね。ひえ？あ？つまりこの下だけが安全なのね。そういうことか。こうね。敵は当たっても大丈夫なんだね。不条理に耐えるんだエリナ。こればっかりは仕方ない。時間かかるけどこれが一番いいな。下手に動くと光に当たるしね。オッケー。あちょ。そうなのよ、こっちは上が安全だったのよ。そうだったの、あ。何やってるの。もう切れる時間だったんだね。敵を見すぎててそっちを気にしてなかった。興味本位で入っちゃダメですよ。危険なんだから。自分のことは棚にあげて。エリナには仲間を探すという崇高な目的がありますから。まあそうだけどさ。だいぶゆっくりだな。そうじゃないとかなり難しいだろうね。難易度にもよるのだろうか。さっきの子、ここにいる限り永遠に合流できないと思いますよ。これであと9ポイント分装備できますね。バッジで悩むのはまだ先ね。もっと見つけたいですねー。
すり抜けられそうだけど上からは無理で。下からの一方通行ですね。珍しいよね。もしかしたらいずれ通れるようなスキルとかあるのでしょうか。わかりませんけど。ほう、攻撃力はかなり嬉しいんだけど、できればその調子で防御力も上げたいですね。あればいいね。まあ HP を上げまくってもいいんだけど、大ダメージを受けると焦っちゃいますからね。オッケー。だんだんと複雑になってきた。安全地帯は下のくぼみと上か。触れたよね。あくまで首にある判定に触れなければいいのかな。そっか。何、壊しただと。そういうタイプか。放っておくと足場がなくなるのね。さすがにトゲのダメージはカジュアルでも痛いと。ああ、待って。このままだと全部壊されちゃう。ここはあえて倒さないのが正解だったのかな。壁を壊してもらった方が早かったかもですね。これ、ダメージが低いから普通に進めてますけど、一回で数十ダメージとか食らってたらもう瀕死だったでしょうね。ほんとだねー。やはり。あれ？最初のところ。こちらからなんで壊せなかったんだろう。ほら、ボムが下に落ちちゃってたから。あ、なるほどね。さあ、ボスかな。なんて格好をしているんですか。今すぐ脱ぎなさい。なんでよ。あ、間違えた。今すぐ着替えなさい。それはそれでおかしいし。むう、どんだけ喜ばせれば気が済むんですか。喜んでた。何百年も。え、本当に。そういう意味じゃないと思う。飼い主。まあ、そうですけど。違うでしょ。そうだね、慣れよう。お約束ですねー。それにしても堅くなに姫とは呼びたくないんだな、エリナは。何を言ってるのかわからないのかもね。さん付けの方が丁寧って思っているのかも。まあ意地悪するような子ではないですからねー。面白いやりとりでした。それにしてもあまり話を聞かない人が多いですねー。今回は失礼だって怒られてますけども、基本的に話は戦ってからってことだね。昔の不良みたい。土手で戦った後仲直りするみたいな。ああ、イメージはわかるけど、本当にあったの。まあ見たことも聞いたこともないですけどね。実際には漫画とかでは見ますけど。そうだよね。まあ、時代や場所によっても違うと思いますけど。
ただ、喧嘩した後仲良くなるっていうのはわかります。思いをぶつけ合った分むしろ仲良くなるみたいな。まあそうねこれも当てていかないと。ちょ、安全なところがなくない？気のせいですか？こういう時にお守りを使うのかな？これお守り？あ、間違えたブーストだった。まあいいや、結果オーライ。まったく。ああ、はいはい。ひぃ。スタミナがもっと欲しいな。安全地帯だと思ったのに当たるし。場所が悪かったかも。よし。おい。帰りも注意しなくちゃ。でももう倒せそうです。オッケー。さあ、今すぐ脱いで。じゃなかった。一緒に来てもらいましょうか。不老不死？まさかの。羨ましすぎるぞ。あ、そうか。そうだよね。おーい、エリナさん。そのニュアンスだとあまり変わってませんよ。さらに追い打ち。その理解したような笑顔。リボンは意外に全部理解してそうだな。まあペットって言っても理解は難しいだろうしね。別に何かがあるわけじゃないか。ボス部屋だしな。オッケー。じゃあ街に戻ればいいかな。うん、ここですよね。ワープがあると聞いていたんだけど。もう少し先でしたか。何あれ。ドスン。近づくと落ちてくるタイプね。一度落ちると少しだけクールタイムがあるのはありがたい。つまり落としてから渡ればいいのね。その方がいいかな。ああ、ここも一方通行なのか。二段ジャンプがないとね。
それじゃ現時点ではここまでと。うん、来てよかった。ピラミッドが気になっていたのでここだけ見てそろそろ終わろうかと思ってたけど、新たな仲間がどんどん増えていくのは面白いですよね。そうねー。あれ、イベントっていうか姫が一般人に紛れてるんだけど。あ、リタも。なんと。そうか、それぞれでイベントがあるんだ。じゃあそれは次回見ましょうか。一人一人が長くなるかもしれませんし。今回で終わろうと思ったけどもう少しだけ続けますね。そう言いつつ結局最後まで行ったりして。その可能性もゼロじゃないけど。まあ様子を見てかな。一応突然終わる可能性もあることだけはご了承ください。お、獅子にもいた。よし、それじゃひとまず次回をお楽しみに。ノクターン。また見てもらえたら嬉しいな、ノクターン。